こんにちは、マリサです。ニコニコサバに行った時のお話です。初期はバッグを持っていないようですね。とりあえずはコンビニかどこかで調達しましょう。やっと到着しましたコンビニです。ここはコマロボなのですが、サバ缶が設置しといてくれたみたいですね。ありがたいですありがたいです。普通なら一番近くても、チェルノまで行かないとコンビニ、ないですからね。お、あの奥にあるのはバッグではないのか？少ししか入らないバッグだけど、ないよりはマシだからな。いただいておこう。これはマカロフのサイレンサー付き？この銃って前まで、SD 弾なくても使えた気がするんだけど、気のせいかな？今はちゃんと SD 弾使わなきゃいけないみたいで、不便ですね。ゾンビ退治用にはマカロフ SD は便利ですよね。ほうほう。これはエンフィールドですね。こんな骨董品、久しぶりに見ました。いつもアサルトライフルで100パー、だからね。探索しないと手に入らない銃なので、エンフィールドは私からしたらレア度高いです。おん？入り口でバンディットが仲間になりたそうに、こちらを見ているではないか。んなことあるかー。バンディットは見かけたら殺せー。さあさあどう出る？サバイバーだからって思って甘く見てると、描写しねえぞ、ははは。どうやら回り込んでくる気だな。こちとら丸見えなんだよ。おら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 。一発で、決める、キャパー。どうせスローにしてカッコつけるならヘッドショット決めときゃよかったわ。ああもったいねえもったいねえ。相手の銃弾も浴びちゃったしな。深く深く。それにしても、これ。ゾンビ多すぎじゃねえ？ゾンビがむしゃむしゃしてるぞ、まさか。こいつ、まだ生きてるわ。さてとこのマリサリタ。やめたげて。また出血かよ。最近のゾンビ怖すぎでしょ。すれ違いざまにラリアット食らわせてくるやつもいるし、一回で倒れ込んじゃいますわ。俺のマリサに何せやがんだ。大損ちゃんファイトを。私が直接手を下さなくても大丈夫そう。やば。意識が戻ったわ。やば。今度こそ死んでもらおうか。ゾンちゃん邪魔邪魔。死んでははは、悪は滅びた。でも泣く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 ない？お、キルログ出ましたね。完璧ですゾンちゃん。見知らぬところに消防署来た。おん、地盤沈下で傾いてるな。消防署に来たらアサルトライフルくらい手に入るっしょ。ほれほれほれ、L85 なんか消防署で手に入るの。このサバおかしいねえいいねえ。骨董品いらね。ゾンビ収集機だからね。撃ったら最後、わらわら集まってきますね。私のとっておきの秘策を視聴者の方だけに教えましょう。バージョンが 1.8 以降、メインウェポンと、斧の持ち替えがたやすくなりましたよね。まず敵がいたら、自分は斧しか持っていないと目いっぱいアピールをします。そしたら相手は油断しますよね。そこがポイントです。相手がこちらに油断して背中を見せた瞬間、メインウェポンに持ち替えるのです。そしたら主導権は手に入ったも同然です。即殺すもよし、一生奴隷として扱うもよし、一旦こちらを味方と錯覚した相手を殺す、なんという快感でしょうか。そこの君、お前マジ鬼畜最低死ねばいいのに、って思ったでしょ？デイジーはそういうゲームなのです。自分の魂を売りながらゲームをする。最高ですね。実際に私はさっきの秘策を何回もやりました。間違えました。何回もやろうとしました。勘の良い方はもうお気づきかもしれませんが、相手と目が合った瞬間、殺されました。デイジーはそういうゲームなのです。目が合った瞬間に殺される。最高ですね。なのでまだ一回も裏切れていません。魂を売ることにためらいがない人はぜひ、私以外の人にやってみてください。さてと、アサルトライフルも手に入ったし、もうここにはよ、なんということでしょうか。ただじゃ死なねえからなぁ。オラ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 。うわぁ。マジビビったぜ。いきなり出てくるのマジやめろし。骨折しちゃったし最悪だわマジもう。モルヒネ持ってないしなぁ。お前らご褒美をやろう。ありがとうございます。ほれほれ。ありがとうございます。まあまあ冷たからな。死ぬのもなんだかな。防掲示板に、内陸の空港で骨折してしまって、海岸の病院までほふく前進で帰ったって人いたけど、本当なんですかね。惚れちゃいます。くちゃくちゃくちゃ。さてと飯を食べて、少しは回復したわら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 わ。なんですどこから銃声が？なんで？うわぁ、死神だ。死神が出たぞ。上には誰もいなかったじゃん。なんでよ。骨折してたら何もできないっての。上見れないっての。ちょっと、そこの死神、降りてきなさいよ。不公平じゃないかよ。これが高みの見物ってやつですね。私にバチが当たったんですね。くそー。いいよいいよ。また海岸マラソンするからさ。次はどこかな？なにこれ。さっきの死神だ。おら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 死ねやー。高みの見物かは卑怯だぞこらー。おいゾンちゃん、行け。こっちじゃないこっちじゃない。あっちだってマジあっち。じゃあ、マジ来い。オラの骨董品買えて。とりあえず降りてきてくださいマジで。お願いしますこの通り。こんにゃろー。
次こそは殺してやんよ。地獄で待ってるぜ相棒だと。ほんと地獄だわ。おっしゃ先手必勝やー。死神どこ行った、逃しはせんぞ。あれ、いない。どこ行ったの、テンション狂うんだけど。え、私これからどうすればいいんだ。あれ、私何をしようとしてたんだっけ。ちょ、ゾンちゃんに対し私は味方。やめて。いた、血液もうやばいんだけど。骨折で身動き。はぁ、無理ゲーオンライン来たこれ。ま、死神消えたし、速攻で階段降りればなんとかなるなきっと。おっしゃ、ゾンちゃんから逃げるぞ。速攻で死にました。はぁ、ふぅ、別の日に入り直したらちゃんと死に場所リセットされていました。めでたしめでたし、どうせこんなところにあるテントって何も入ってないよね。おう、方向じゃねえか。戦争でも始める気ですかね、持ち主は。そうそう、前回の動画、残念ながら最終回じゃないんです。あんな紛らわしい動画にしてしまったこと反省しております。と、同時にこんなクソったれな動画に、一緒に思い出にふけってくれた方、ありがとうございました。さて、武器も揃ったし、あとは獲物を狩るだけですね。ここはバロタの飛行場の兵舎。きっとすぐ人が来るはず。どうです、ここ。いいでしょ。バレるかバレないかって言ったら、もちろんバレる位置ですが、兵舎を狙うにはちょうどいい場所なんです。ニコニコサバでは、この飛行場、こちら側に営舎が3つ、反対側に2つ兵舎があり、とても物資集めがしやすかったのですが、もうニコニコサバはなくなっちゃったようですね。でも名前を変えて新しくなっただけですかね。あまり詳しくはわからないのですが、そんで見つけちゃったあれ。一種のホラーです。何やってるんですかね。あんな高いところで、すぐ見つかって撃たれるのがオチなのに、脳天気なもんです。絶対デイジー舐めてますよね。あんなところで遊んでたらどうなるか、身をもって体感してもらいましょう。行きまーす。おん、おん、おんおん。絶対当たってるコースだよね。あっぱれた。そういうことか。ダンスしていると、本来いる位置とダンスしている位置は別になるのか。それでダンスしている位置を打っても、弾は当たらず、銃声を発した私の位置だけ、知ることができる。は、測ったな。この私が、手の上で踊らされていただと、あんな化け物みたいな相手とは戦えない。絶対強敵に決まってる。ここは一時撤退しか生き残る方法はない。じゃあの。ってことで圧倒的勝利を収める場所を見つけました。ここなら消防署のてっぺんに異様が狙撃可能。そんで今敵を眺めているところですが、どうやら敵はいなくなってしまったみたいですね。一件落着、めでたしめでたしですね。いなくなっててくれてありがとう。敵がいなくなったので安心して兵舎探索していたら、ヘリが現れましたが、ガンナーはいないのかな？ガンナーいたら、もうすでに殺されていると思うしな。むしろ乗っけてくれないかな？アイムフレンドリー。アイムフレンドリー。これで多分オケだ。人間助け合いが必要だからね。お礼に食べ物、飲み物くらいはあるから差し上げよっと。オーライオーライ。もうちょっと近づいてくれるとありがたいんだけどな。おお、少しずつ動いてくれてる。わあ、ガンナーいたのかよ、くそー。食べ物、飲み物だけじゃなくて、全部奪われてしまいました。ご視聴ありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。